世界観のことは分かりましたが、それでは世界観をどのように作っていけばよいのでしょうか。世界観を形作っていく方法には、様々なやり方、考え方がありますが、おすすめの方法を一つ紹介します。2ドア法、3ドア法と呼ばれる世界観作りのオリジナルの手法です。これは、ストーリーを展開させる一つのテクニックとしてある考え方の一つです。まずは、自分が普段、どのような物語を好んで読んだり見たりしているかを考えてみましょう。例えば、ファンタジー、恋愛、スポーツ、英雄物語、日常、様々なジャンルの物語がありますが、どんなものでも構いません。思い浮かんだものを、一つ目のドアとします。次に、二つ目のドアは、時代や場所です。それは、現代でしょうか、中世でしょうか、原始時代でも構いません。それを、二つ目のドアとします。この2つのドアをキーワードに、世界観を作り上げていく方法が2ドア法です。特に、現代の日常を舞台にした世界の場合は、この2つのドアで世界観を構成することができます。その世界について、多くの説明をしなくとも共感を得られる場合は、2ドア法で世界観を作りましょう。どこにでもある普通の学校を舞台にした恋愛をテーマにした漫画などがこれに該当します。しかし、オリジナルの世界を構築する場合には、もう一つドアを作る方が良いでしょう。例えば、異世界ファンタジーや能力バトル漫画など、日常ではありえない世界には、その世界を定義づける特色があるものです。その世界にしかないもの、それが三つ目のドアです。なぜ、ドアという表現をするのでしょうか。ドアには、鍵がかかっているイメージをしてください。つまり、すべてのキャラクターが、すべてのドアを自由に出入りできるわけではないということを意味します。すべてのドアを開く鍵を持っているキャラクターもいれば、一つのドアの鍵しか持っていないキャラクターもいるでしょう。世界観をいくつかのドアだと考えることで、そのキャラクターがどんな役割を持ったキャラクターであるかを考えるヒントになります。もちろん漫画は物語です。一つしか鍵を持っていなかったキャラクターがあるキャラクターとの出会いによって二つ目のドアの鍵を手に入れるということもあります。